どうも料理のお兄さんリュウジです。はい、ということでですね、この間ですね、僕がツイッターで載せたレシピがあるんですけどね、世界一美味しい札幌一番の味噌ラーメンの作り方っていうのをね、やらせていただいて、それがですね、かなり反響ありまして、何万いいねとか言ったんですけども、ちょっとそれをのやり方をやろうと今日思ったんですけども、ちょっとですね、そのままやっても面白くないなっていうところがありまして、今回はですね、僕は札幌一番味噌を美味しい作り方やったんですけども、じゃあこれ塩だったらどうなんだっていうですね、ちょっと今日初めてやるんですけども、それをですね、ちょっと検証みたいな感じでですね、やってみたいなっていうふうに思います。味噌は超うまいんですよ。熟成味噌みたいな感じになるんですけども、塩ラーメン、これね、日本酒の豆がどう塩ラーメンに作用してくるのかっていうのを、ちょっとですね、確かめたいなと思いまして、やっていきたいなっていうふうに思います。はい、それではですね、早速やっていきたいと思います。まずですね、もう今回のもうただ一つのポイントとして、はい、こちらです。日本酒です。はい、日本酒。はい、料理酒じゃなくて日本酒、清酒、そのまま飲めるものを使ってください。なぜかというとですね、日本酒っていうのはそのまま飲めるように作られているんですけど、その料理酒ですね、料理酒っていうのはそのまま飲めないように、酢酸とかですね、食塩とかで添加されているものが、多いので、ちょっと味が濃くなってしまったりとか、ちょっと雑味が生まれたりとか、そういった、懸念点があるので、料理酒ではなくこのそのまま飲めるね、清酒を使ってくださいね。シーシー鍋に入れます。このままいったら火にかけます。ツイッターだとですね、この状態で水も入れてたんですけども、ちょっとね、お酒の匂いがすごいするっていう方もいらっしゃったので、まずこの状態で一度沸かします。はい、そうすると飛びやすいので、アルコールが、そうですね、こんぐらい沸いてきましたら、水を入れます。この状態で結構ね、アルコール飛んでます。水が 350cc です。これでもう一回沸かしていきます。じゃあね、その間にね、ちょっとですね、グラスに丸を注いでいきます。いただきます。うまい、飲みやすいね。もう酔っ払ってきた。もう鍋から来るアルコールと、グラスから来るアルコールで結構酔っ払ってきましたね。はい、じゃあですね、今沸いてきましたので、この状態で、麺の方を入れていきます。はい、ちょっと鍋ちっちゃかった。でも大丈夫、すぐ茹だれます。実はね、札幌市場のキャンペーンに参加してまして、塩派、味噌派、大論争みたいなのでですね、僕は味噌派で参加してるんですけども、今ちょっと味噌派なのに塩を作ってるので、なんですけど、僕料理研究家なので、何でも作ります。塩も美味しいよ、はい、味噌も美味しいし、だいたいね、1分半ぐらい、するとですね、麺が、こんな感じでほぐれていきます。こんな感じでほぐれましたね、これね。卵をね、入れていきます。僕はね、このまま落としちゃいます、卵。ポーチドエッグにしていきますね。ポーチドエッグっていうのはお湯の中に、卵を入れてですね、固めるっていう、それだけの料理なんですけども、僕は黄身トロ派なので、まずこれをね、よくね、お湯に浸からせてくださいね。こんな感じで浸からしてください。はい、ここでグズグズ言わせて、白身だけ固めるのがコツです。結構白身固まってきましたね。で、麺も、同時にいい感じで茹で上がったはずです。はい、ここまで来たら、もう火を止めちゃいます。でですね、あんまりかけ混ぜちゃうと卵が崩れちゃいますので、塩のスープは丼に入れます。こうすることによってかき混ぜなくてもね、大丈夫なんでね。スープの方から入れていきます。はい、まずこれで混ざりますね。はい、で、麺を入れていきます。はい、で、次スープ全部入れますね。で、この状態で卵はね、まだね、鍋に残ったままですよ。混ぜていくといい感じの、塩ラーメンになりますね。で、その後にコロッと、卵をのせます。はい、仕上げていきます。彩りに、小ネギを、パラパラと。緑があるとないとだとね、結構違いますね。はい、その後ね、忘れちゃいけないこの切りごまですね。はい、切りごまも、周りにパラパラっと、はい、これでね、非常に香ばしさが増すんですね。ちょっと待って、もうちょい見せたいね、黄身を。はい、それでは、世界一うまいんじゃないかと思うですね、札幌市場塩ラーメンの完成です。はい、それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。ちょっとですね、さっき撮影になったので、黄身崩しちゃいました。はい、いただきます。まずスープからいきます。
ネシウムからってんだこれ。ちょっとね、ちょっとスープだけ判断するあれなので、ちょっとね、卵で卵を絡めながら、ちょっと食べてみたいと思います。やば、これ多分、これ今日分かったんですけど、これ多分どんなインスタントラーメンにも呼んでいきますね、これね。めちゃめちゃうまいです、これ。え、こんな、あ、関係ないんだ、塩も味噌も。なんだこれ。もうね、味に深みが出まくってますね。ちょっととてもインスタントと思えない。うん。なんだろう。本当に札幌に来たような感じ。それぐらいね、スープにすっごい深みがあります。まあね、僕、札幌ラーメンすごい食べるんで分かるんですよ。もう普段作ってるの全然違いますね。それぐらいもう、多分、初めて食べた方はあんまりよく分かんないかもしれないんですけど、多分、普通に札幌ラーメンを普段から食べてて、で、今回の作り方で作った方は、多分違いがもう、明確に分かると思います。これマジでうまい。え、うまっ。いや、ちょっとね、これすっごいびっくり。うまみが、かなり、日本酒のおかげで増幅されててですね、まあ、風味も加わって、本当にですね、ちゃんとスープを取ったかのようなですね、本当にラーメン屋さん、はい、かなりいい塩ラーメン屋さんに来たようなですね、そんな深みのあるスープになってます。これね、これ非常に美味しいです、本当に。僕ね、いつもね、塩ラーメンね、ものすごい食べてるので、お酢とかラー油とか入れちゃったりするんですけど、これはね、もうこのままずっと食いたい。うまっ。これ、うん、これね、皆さん本当にやってほしい。ちょっとね、今日はね、実験的だったんですけど、結果めちゃめちゃうまかったです。これ本当にね、皆さんね、もうやったほうがいいです。これ超うまいので、もうちょっとすみません、ちょっと うまいしか言えないです、これでも本当に日本酒のうまみがものすごい浮かされた、本当にもう何ランクも上の札幌一番塩ラーメンになってますので、皆さんこれぜひ試してください。はい、それではですね、今回の動画食ってみたいなとかですね、美味しそうだなっていう、はい、美味しそうだなって思っていただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録および高評価をお願いします。